周酸イオンの構造式周酸イオンは化学式が C2O42 または22で表される2カカゲイオンである。周酸分子からプロトンが2個脱離することで生成する。周酸イオンを含む塩を周酸塩という。周酸ナトリウムはよく知られた水溶性の周酸塩である。それに対して周酸ジフェニルなどの周酸のエステルは周酸塩ではない。 周酸イオンは錯体を作ることもできる。肺種としての名称は、オキサラと略号は OX である。尿路結石の原因となる、周酸カルシウムをはじめ、周酸イオンは、多くの金属イオンと不要性の周酸腫を作る。周酸イオンの急膨をモデル。孤立しているときは、ねじれ形排座が安定であるが、近くに非イオンがあるときには、図のような平面排座を取りやすい。 周酸イオンの構造としては、図に示した平面型と OCCO の二面角が90度である、ねじれ型の二つが考えられる。周酸塩の結晶中では、大抵の場合、平面分子の D2H に近い分子対称性を持っていることが、X 線結晶構造解析によって示されている。特に M2C2O4 の無水物の結晶では、 周酸イオンは正確に D2H の平面廃座を取る。しかし、これらの周酸子を水に溶かして水溶液にすると水中に放出された周酸イオンはねじれ形廃座に変化することが振動分工法の結果から示唆されている。また、セシウム塩無水物では結晶中でも OCCO の二面角が81度になっていることが2003年に明らかにされた。 すなわち、CS2C2O4 の結晶中では、周酸イオンは、ねじれ形ハイザーを取り、D2D の構造に近い。興味深いことにルビジウム塩無水物には、多形が存在し、一方はカリウム塩と、他方はセシウム塩と同じ構造である。したがって、多形の一つは平面型の、もう一つはねじれ型の周酸イオンを結晶中に含む。 理論計算によると、周酸イオンの周りに、他のイオンや分子が何もない場合には、ねじれ形廃材の方が、平面廃材よりも安定であり、その差はおよそ26キロカロリー、モルと求められている。この結果は、2つの CO2 は、協約していない、という解釈と矛盾なく一致する。もし CO2 が協約していたなら、魔の炭素炭素結合は二重結合性を帯びるので、 通常の単結合よりも短くなるはずである。しかし実際には、周酸イオンの炭素炭素結合は、平面ハイザーの場合でも通常より少し長くなる。ねじれ型より、平面型が不安定になるのは、酸素原子間の静電反発が、平面型で最大になることに起因している。重要なのは、周酸イオンは、周酸。 第二鉄カリウムなどに見られるようにニ座の綺麗へと位子となることである。ニザで1個の金属原子に配位した場合は必ず平面灰座を取る。周酸イオンは金属イオンに対して良い位子となる。2箇所で金属と位結合し MO2C2 という五因管を作る。代表的な削イオンは鳥キサ皿と鉄酸、イオン酸酸である。 オキサリプラチンという薬は白金に、周酸イオンが配位した削体である。この薬は、白金製剤としてよく、知られているシスプラチンより水への溶解度が向上し、かつ副溶制限の原因となっていた、副作用の人毒性を軽減した。周酸や周酸イオンは、カマンガン酸イオンによって酸化される。この酸化還元反応の鍵となる、反応中間体は、 周酸イオンが酸化のマンガンイオンに配位した作イオンである。周酸は酸化の鉄イオンと水にかような作イオンを作るので、錆取りに利用されている。水溶液中での周酸の存在形態は、水溶液の pH により変化する。どのように変化するかは、以下で述べるように、周酸の酸回離定数からわかる。他の多塩基酸と同様、周酸のプロトンも1個ずつ、 段階的に脱離していく。周酸分子からプロトンが1個脱離すると、1個の影イオンである、周酸水素イオンが生成する。1段目のプロトン脱離反応の平行定数は9.10から2である。この比較的大きな3回離定数は、かなり低い pH から、周酸水素イオンが生成することを意味する。周酸水素イオンと周酸分子の存在比は、 pH イコール1.04で1、1であり、pH の上昇とともに、周酸分子の存在比は減少する。周酸水素イオンから、さらにプロトンが1個脱離すると、2価の影イオンである、周酸イオンが生成する。2段目のプロトン脱離反応の平行定数は1.51、10から4である。周酸イオンと周酸水素イオンの存在比は、pH イコール3.82で1、 一に達し、この pH で、周酸分子はほとんど存在しない。より pH の高い中性あるいはアルカリ性の水溶液では、周酸水素イオンもなくなって、ほぼすべて周酸イオンとして存在する。周酸の定量分析では、H2C2O4 と HC2O4 と C2O42 のモル濃度の合計を、周酸の分析濃度と呼ぶ。 個々のモル濃度は平行濃度と呼ばれ、それぞれ記号 H2C2O4、HC2O4、C2O42 で表される。周酸水素イオンは周酸の強薬塩基であり、周酸イオンの強薬酸でもある。周酸水素イオンを影イオンとして含む塩は酸性塩であり、周酸水素塩と呼ばれる。また、酸性周酸塩、重周酸塩などと呼ばれることもある。 重集酸イオンは、集酸水素イオンの古い別名である。集酸塩は炭水化物の不完全酸化によって合成され、植物中に大量に存在する。集酸塩が豊富な植物には、白座、水場、型紙属の植物などがある。ルバーブや蕎麦の根や葉も集酸が豊富である。その他の集酸を多く含む植物を、下の表に広順に並べている。茶葉には、 他の植物より高濃度で周酸が含まれているが、茶は通常茶葉を熱湯で煎じ出してから作られるため、飲料での濃度は低い。尿路結石をスキャンした電子顕微鏡写真。結石の中心にあるアモルファスな部分から生まれた、まさかた明の植ってる石が見える。写真の横幅は実物の0.5ミ、mm、リメートルに相当する。体内では、周酸イオンは、 カルシウムイオンや鉄イオンなどの2価の比、イオンと結合して、それらの集酸子を作り、尿から小さな結晶として排出される。この結晶が大きくなると尿路結石となり、やがてはネフロンを塞ぐこととなる。結石は約80%が集酸カルシウム由来であるとされる。体内の集酸を減らす食べ物が近年注目を集めている。 通風の人やそのリスクが高い人は、集酸が多い食べ物を避けるべきとされている。カドミウムは、ビタミン C を集酸に変換する触媒となる。これは、食事や仕事、喫煙などで、カドミウムへの暴露が多い人々の間で問題となっている。ラットに、カルシウムのサプリメントと集酸の多い食事を与えると、腸内で集酸カルシウムが生成し、 体内への吸収が97%のラットで抑えられたという研究結果が出ている。粉末状の集酸塩は、養蜂でミツバチヘキイタダニから蜂を守るための殺虫剤として用いられる。麹カビ属の一部は集酸を作る。予備的な証拠から、体内の微生物をうまく調整することで集酸の体外への排出量を増やすことができることが示されている。 周酸を取り過ぎたことによる症状を周酸症といい、特に尿中に多量の周酸が含まれている状態を高周酸尿症という。一般的なものではないが、周酸の過剰摂取によって、周酸の毒性により尿路結石ができたり、最悪の場合死亡したりすることもある。ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンには、ほぼ確実にアイスティーの飲みすぎによって、 深刻な腎臓病になった56歳の男性の症例が報告されている。彼は毎日8オンスグラス16杯もの紅茶を飲んでいたとされる。この論文の著者は深刻な腎臓病は腎不全の過小診断の原因となり、尿タンパクや尿炎中中の大量の中酸カルシウムによらない不可解な腎不全である恐れがあるので患者の食事歴を 徹底的に調べることを提案した。腸内細菌のうちオクサーロバクターフォーミジーンズなどの中酸分解菌はこれらの症状を緩和してくれる。原発性高周酸尿症は遺伝性の珍しい病気であるが、周酸の排出が増え、周酸血石を持つ可能性が高くなる病気である。ありがとうございます。